洗いますか。あんだけ洗いますか。まあ決してお水のところに洗いに行くことはないです。そのまま食べます、ね。ここまで。アライグマさんたちね、水の中のエビやカニ類ね、大好物なんですね。水の中をこうして頭はつけの矢なので、手探りでご飯を探る様子が人間から見ると洗ってるように、ね、手をゴシゴシしながら説明してくれる、うん、まあ、それでアライグマっていう名前がついたんで、ゴシゴシだけして洗ってるつもりはない。見た目が洗ってる、うん、でアライグマさんも